等情報をお知らせします。はじめに常磐道上り線の情報です。三郷ジャンクション付近に自動車部品が落ちています。引き続き磐越道上り線の情報です。雪のため郡山ジャンクションから岩木ジャンクションまでの区間で冬用タイヤ規制に、また郡山ジャンクションから岩木ジャンクションまでの区間で最高速度が50キロにそれぞれなっています。また工事のため郡山ジャンクションの先で第一走行車線が規制されています。また船引三春インターから小野インターまでの区間で除雪作業を行っています。続いて下り線の情報です。雪のため岩木ジャンクション付近から郡山ジャンクションまでの区間で冬用タイヤ規制に、また岩木ジャンクション付近から郡山ジャンクションまでの区間で最高速度が50キロにそれぞれなっています。ネクスコ東日本からのお知らせです。シートベルトは運転の疲労を軽減し、車外への放出を防ぐ命を守るベルトです。すべての席で着用しましょう。ゆとりを持って安全運転でお願いします。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。